ああ、そっか、これは。バカ。何やってんだ。整数上げちまったよ。あれ今画面ってそっち映ってんの？俺んとこだと映ってねえんだよな。
いやー、ここらで決着つけてえなー、正直。あべ、解放するの忘れた。まあいいや。で、そっちだね、そっちだね。ちょっと前までレベル3とかだったのにな、こいつ。すげえな。いい感じになってきたね。よし、とりあえず、とりあえずお膳立てはできたかな、これで。ああ、一応殺しとくか。これはそろそろ始まりますよね。で、すいません、さっき
きちょっとコメントでチラッと見えたし、前にもなんか言われたことがあったことなんで、ちょっと一つ私からいいですか？一個だけ妥協していいですか？そうです。ここまでは単なる作業なんで、ぶっちゃけ。ここ保存していいですか？ダメですか？これは保存していいよね。どうやってやんの、丸ごとセーブって。ここまではちょっとさすがにもうセーブさせてくれ。めんどくせえ。どうやってやんの？どうやってやんの？Wii のメニュー。Wii のメニューって、これ？これか！こいつか！禁断の。やっちまったー！加賀さんごめーん！ちょっと行ってきます。
さてやりますか。そしたらですけど、ちょっと待ってね。ドイツがドイツなんだ、まず。それをしないといけないな。ああ、もう増援出てこないのか。じゃあこいつも一応。ちょっと待ってね。ドイツがドイツかだけちょっと覚えとくか。あ、まあいっか、別に。やってみて決めよう。誰が誰か分かんないとさすがに無理。まあ確かにな。ちょっと待って、じゃあ検索するか。これわかんねえんだけど。若い女1とかよ。ちょっと待てよ。若い女1ってどれだよ。これか？それともこいつか？これは若くねえな。若い女1ってどっち？うわ、3人いるやん。不親切すぎるだろう。若い女1ってどれ？若い女3までいるやん。やばない？それ。しかもここに至っては顔一緒だしよ。ハイパー運ゲーだな、マジで。ちょっと待って、これ一回運に任せていいですか。一回セーブしてるんで、ちょっと雑なやり方になっちゃいますけど、いいっすかね。あ、あれ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 、あらあら、ちょっと待って、ちょっと、これす、電源切っていい？電源切っていい？これ
電源切っていい？これ電源切っていい？これこうか。最初からこれやっときゃよかったマジで。ああびっくりした。とりあえずこれ開けますね。ちょ、この面だけは許して。基本的にはあんまり良くないことだと思うんだけど。ちょ待て、どれだよどれだよ。早いんだけど市民がよ。ドイツがドイツだよ。これ分かりやすいな。ちょっとこの女だけ分かりづれえんだよな。こういう風に覚えよう。一番先頭の女、二番目の女、オッケー。見たい見たい。ドイツがドイツ？見たい見たい。あれでもさ、ここまで来たら、攻撃してこないんだったら、どうとでもなんじゃねこれ。あべあべあべ。あれ？おい。邪魔だよ。ちょ。あ、そうか、そういうことか。もう。え、積みこれ。なんか倉庫版みたいになってるもんな、もう。ちょ、ってことは、この、ババアとジジイではねえってことだな。オッケー。ババアとジジイは、勝つ子。ババア。ババア、てめえはダメだ。じゃあ、一回担ぐか。で、じじい。てめえもダメだ。よし。え？ババアは青い襟のイケメン？どれだ？青い襟のイケメン。青い襟のイケメン。青い襟のイケメン。これか？いやいや。イケメンの基準がわからんわ。こいつか？これをイケメン、これイケメンか？髪型古いぞ、ちょっと。これイケメンか？はい。いったー。うん、いったー。ちょっと待ってね。ちょっと待って。あ、一番先頭の女、上品なババアで赤い女、オッケー。っていうかさ、お前らからも話しかけてこいよ。どんだけ受け身なんだよこいつら。一番前のやつが、ちょっと、さすがにメモる。さすがにメモらせていただきます。
一番前の緑の女が、オレンジか。オレンジのネジネジと。OK! おお、立て続けに。マダムが、紫のおっさん。あれ？でもこの後共食い始めるんだよな。ちょっと待って。ってことは、ちょっと待ってね。最初に来るのはこいつなんだから、ドイツをつ、ん？ってことは、こいつか。こいつ？ちょっと待って、分かってきたぞ。ってことは、ちょっと待ってよ。担ぐんだから、どこだっけ？担ぐ人。担ぐ人、ここ！じゃあ、で、そしてですよ。ちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってくださいね。どうやればいいんだ？まず、こいつが、ここに来るやん。こいつがここに来て、で、ここにじゃあこいつを配置したとして、あ、ここじゃダメなのか。あ、っていうかあれか、全部担いとかなきゃいけないのか、もしかして。1、2、1、2、3、4、5、6。人足んねえなあ。ちょっと待てよ。どうすりゃいいんだ？
まあいいや、でもとりあえずちょっと調査しないことには始まらんな。いやーでもこう、いやーどうしたらいいんだろうここ。ええつちょっと次のこいつらの動きはこうじゃん。ここがギューって詰まって、そっか、じゃあこいつを担いどく必要があるのか。いや、違うな。とりあえず、こいつら下ろしちゃうか。ん？こんな感じで囲まれるんだけど、あれ？あ、いいのか。こいつをまず担がなきゃいけない。いや、どうしたらいいんだろう。わかんないな。もしやってみるか。あれこれ考えてもしょうがねえ。あれ？これダメじゃねえの？これ。これダメなやつじゃねえの？これ。もういけない、ここまで。担いで、下ろす。担いで、こいつ邪魔だな。ちょっと待てよ。うおー無事。待て待て待て、こうか。その前に装備を変えよう。細身の剣で担ぐ。さらにこいつを、あれ、こいつか。
こいつはいらねえじゃん。ちょっと待ってよ、その前にボディリング誰が持ってんだ。フェルグスか。あれ、ボディリング誰が持ってんだ。こいつか。あ、カリオンに担がせる。確かに。めっちゃ賢いな。ちょっと待ってね。カリオン。すげよし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 。あれ？いや。で、これでどうなるんだ？あー、でもこいつをピキンしたいよね、普通に考えたら。あれ？あ、いいのか。ちょっと待ってよ。これでこんな感じでいいのかな。あべ、エリートの剣持ってやがるこいつ。大丈夫か。いで、あれ、これじゃ話しかけれねえじゃねえかよ。ちょっと待ってくれよ。ちょっと待って、ちょっと待って。あ、まずい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 。なんかまずいよ、さすがに。そのままそのまま。あれ？っていうか、ちょっと待って、これ。おい、積んでねえか、これ。ん？ちょっと待ってよ、違う。うん、そいつはいいんだよな。あ、そうだ、あ、そうだ、そうだ。このおじさんは、マダム。マダムどこ？
あれ？マダムどうした？あ、今こいつが稼いでるのか。絶妙の邪魔さ。やばいな、これ。こうして。やっべ。え、これもう無理じゃん。多分もう無理じゃん。やめろー。あー、その武器貴重だからやめて。攻撃しないで、それで。耐えてー。耐えてくださいませー。やめろ、やめろ。うわー、大丈夫か。ああ、びっくりした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 、癖でリセットしちゃった。ちょっと待って、これ作戦立てねえとな。ここ狭すぎるか。ここ狭すぎます、もしかして。いやでもな、こっちに来られると困るしな。ここ狭すぎる気がするな。造園ってこれね、終わる可能性、壊るのこれ。それがよくわかんねえんだけどさ。造園が終わるんだったら造園終わらせるか、先に。もうスリープとか使いたくなるよな、ほんとに。使っても意味ねえんだろうけどさ。いやー、てかもう一匹ついてくるかー。もうそうしないと無理だな、これ。あれ、俺なんで？なんでこいつ連れてきたんだ、俺。間違えてるし、そもそも。アホやん。めちゃめちゃアホやん。増援が全部終わるとどうなる ?1、2、3、4、5、6、7、8、9、2。あ、いけるか。いけるね。1個無駄にしたなぁ。あれ、ちょっと待ってよ。1、2、3、4、5、6、7、8。まあ、いいか。もういいよ、レスキューはこのためにあった。
そう思うようにしよう。造園来ない？もしかして。ゾウエンもう来ないね。よし。じゃあ全部担いじまうか。間違えた。間違えたよ。覚えとかなきゃダメだな。じゃあスルーフがこいつを担いで、マダムはオルウェン。オッケー。ちょっと待てよ、もうめんどくせえ。オルウェンがマダム担いだね、今ね。だからこれでいいんだよな。よし。確かに担いだところでセーブしてもいいか。はい、オッケー。はい、オッケー。担ぐ。で、カリオンで担ぐ。ここまだオッケーだね。で、踊る。下ろす。で、こいつはいなくなると。
で、次に、よし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 、ここの配置いいね。この一マス空いたここ、ここ完璧だね。よしよしよし、いやもういいから、そういうのはね。よしよし。でですよ。わあ。こうして。これでこいつはこいつだな。よしよしよし。あ、いいのか。はいはいはい。で、担ぐ。よし。やめろ。こっから先は未知の領域だな。ドイツがドイツだか全然わかんない。いや待てよ、わかりにくい顔のやつじゃなければいけるんじゃねえか、さっきの攻略が。はあ、さっきの攻略でナイス、緑も。ちょっと待てよ。金髪、青い服、金髪で緑色のマント、違うな。金髪の緑マントってどれだ。うんうん、まあいいや。金髪で、金髪で、金髪で青色マント、あ、これか、これが金髪青、これは、ちょっと待ってよ、わかりづれー。カリオンっぽい茶髪の青年は、あれか、こいつか。これ何？黒
黒髪で青色のマント、こいつか。男の子、男の子、男の子って誰が担いだっけ。あ、これか、これだ。これ男だよな。で、あ、本当だ。うわー、ラッキー。で、問題はこいつ。金髪黒髪、金髪黒、あ、じゃあ金髪黒マント、これ黒じゃないのかな、ちょっとわかんないな。こいつじゃない方にするか。こい、いやー、ちょっとわかりづらいな。この攻略模様、金髪で緑色のマントってこいつ？これ茶髪だよな。わかりづれー。まあでも多分これは金髪で緑色のマントをした青年だけど、若い女3だからダメだ、わかんないや。こいつは白マント、茶髪の白マント、あ、違うな、これ水色のマントなんだ。これ水色なんだね。じゃあ、ひげを生やしたじいさん、あ、いたな、そういえばひげ生やしたじいさんいたな。これか、ヒゲジジイをどうするかだな。こいつを踊らせるか。いいんだな。で、ジジイを殺すと。オッケーかな。一応回復なんぞしとくか。よし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 、あれ、あー、塞がれちゃったよ。ちょっと待って、じゃあ違うんだな。ちょっと待ってよ、ちょっとこの攻略をどう読み解くかだよな。
金髪の、金髪が何よな ?1、2。金髪で緑のマント。違うんだよな。金髪で青色のマント。違うな。金髪って他にいる?あ、これか。じゃあこれが金、さすがにこれ金髪でいいよね。緑のマントじゃないんだよな、でもな。まあいいや。なんかごっちゃになってんだろ。金髪。こいつが金髪だとして、ん?何?コメント?何何もう一回言って。どっちも若い女?オッケー、若い女。これか。あー、じゃあ、そっかそっかそっか。なるほどなるほど。ってことは、担ぐ、踊る、どっちでもいいっちゅうことね。こういうことね。うわ、ナイス。これはナイス。いや、待ってよ、これ踊る必要なかったな。あ、まあいいか。ん?あ、これ踊る必要なかったな。意味ねえな。どっちにしろこのターンじゃダメだ。ダメだ。どっちにしろこのターンダメだ。そのままそのままそのままよしよし、いよいよ武器がレベルアップした。よし、ナイスで、カリオンを押して下ろし下ろす。若い、若い、あ、待てよ、ジジイ。あ、これはジジイ案件ですね。じゃあ、一個下げ、まあいいや、とりあえず置くとか。ジジイ。
うわ、怖い。これはしのいだんちゃいまっか。これだってさ、もうさ、いやーでもダメだ、油断は禁物。ちょっと待ってよ、ちょっと待ってね、慎重にやろう。どこまでいける、ここまでいける。で、ちょっと待って、この何、このイケメン、イケメンに誰ぶつけんだっけ。太ってる老婆、太ってる老婆ってどれだ、太ってる老婆、これか。太ってる老婆を、じゃあこいつは動かすとして、じゃまだいいか。ちょっと待てよ、これもう雑に市民解放していいんじゃねえか、これ。確かにこっち真相だ、やべえか。まあ大丈夫だろ。雑に解放していっていいんじゃないですかね。いやでもあと一旦、あと一旦。一応セーブするか。そうだな、一応セーブしよう。あ、危ねえ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 。てか、これ武器錆びてねえか、これ。武器錆びてるな。うわーっちゅー、危ねえぞー、危ねえぞー。ナイスセーブだったか。よしよしよし。違う違う、待機。
あれだ。さすがに行ったかこれは。ああ、さすがに行ったくせえな。わざわざ回り込むなよ、これな。一応担ごう。一応担ごう。来んなよお前も。怖えな。すげえな、このタイミングで来るんだな。長かっただ。この青の安心感やべえ。パラメータしょぼ。なんなんこいつ。つえー、玉置浩二つえー。なんだこいつ、倒せるかなっていうか、ちゃんとそれは心配になってきた。ちゃんと勝てるか。フェルグスならいけるか。成長率高い。マジか。なん、あ、そっか、こいつ確率アップして、踊り子、まあ、踊り子いれば大丈夫だよね。ぶっちゃけ。あ、待てよ、増援いけるか。こっちガラガラになっちゃったら、連続 M。 わあマジか、ちょっとこれ欲しいな。
贅沢言ってらんねえけど欲しいな。あ、いや、オルエも連れてくか。さすがにいけると思うよな、俺な。いやあ、危ない危ない、こっちか。まあでもさ、この丸ごと保存使っちゃったらもうこれファイアエンブレムじゃないよな、正直。これをやっちゃっていいんだったらもうファイアエンブレムじゃないよ、これは。ただね、ちょっとここは本当にもう俺のもうモチベーションに関わるから、この面は。それを分かった上でやらしてもらうわ。マスターランスって射程2か。どうしよっかな。こんな時なあ、あいつがいればなあ。あの弓兵、なんだっけ。まあいい、忘れちゃった。ちなみにどんな感じ？強っ！え、めちゃくちゃ強いじゃん。何この人。え、勝てるかなあ。あ、でも、ん？ここ。え、強っ。あ、一応アーマーキラーで攻撃？そっか、ナンナをとりあえずここに置いて。まあ、こっちには丸ごとセーブあるし、汚ねー。汚ねーよー。意外と一発目でいけたりして。玉木。強すぎんよ、玉木。回復もできないよな、怖くて。あ、連続ヤムって盗めんの？おうおう、なんだ？めちゃめちゃ勇者。
なははなんの緊張感もないわー。なんの緊張感もないでござるぞ。しかもご丁寧に魔法使っとるわこいつ。アホだ。緊張感ゼロでござるよ。リライブください。いやさすがにそれやりすぎんか。いて、おいった。え、マジかよ。かっこいいじゃん。よこせこらー。私は時間を巻き戻せるのです。何も怖くないのです。いやほんとすまん。お前は強かった、お前は強かったんだけど、こっちはちょっとズルしてる。ほんとすまん。いいのかなこれも。まあちょっとファイアーエンブレムっぽくはなかったけど、さすがにこの面は許してほしい。めんどくさすぎた、ここの面は。顔一緒やん。
ああ、なるほど。クラッシュエンジンか。疲れた。トラキアは終わります。とりあえず、ちょっとじゃあ少しまあ話をしますか。ね、ちょこっと話をしますか。ちょっと待ってね。その前にちょっと一回トイレ行かしてください。
ジムはね、明日ですね。明日ジム行きます。疲れたな、今日は。将軍仲間にしましたよ、ついに。靴配信。ああ、大谷は無事行ったっぽいね。今日は練習部屋ない。みんなマレーシア行っちゃってるから、なんか久しぶりに家でずっと家にいた。ジレットヒゲ剃ってます。いや、寒いんだよな、なんか。3人目決まってないよ。パイナポー。いや、絡みないっていうか、一回店行ったけどね。え、ガチ君インフル？マジで？長嶋さんのネタでは笑ってないね、結局。誰がいいんだろうね。誰がいいんだろうね。毎回ゲスト。まあゲスト形式でもいいかもしれないね。店ってまだ聞か、あ、獣店。ああ、一応進行中なんだけど、他にやんない。まあ優先順位的にね、ちょっと他のことをやんなきゃいけないんで。そう。あえて若手で言ってほしい。確かに。結構ね、やっぱりああいう定期配信に出ることで、定期配信に出ることで結構なんかいろいろなね、まあ慣れてきたりとかっていうことがあるから。確かにね。時の父はちょっと違うでしょう
ジョニーの活躍で若手が盛り上がってるかどうかは知らない。確かに若手は結構活躍してたかもしれない。イチローの引退は直接その記者会見は見てないね。漫画アニメ化しないでしょう。しないと思います。ハイスカーガールまたアニメやるんだ。へえ、知らんかった。すごいね。大成功だね。あの漫画は。最終回までやるんかな。近所の満喫になかった。まあ、ないでしょうね、普通は。アケファイブはやってない。アケファイブやってないね。アケはね、いや、なんか今、なんかちょっとやっぱ、こう、アケが育つのを待ってから行った方がいいのかなと思ってるけど。もうちょっと様子見をして、まあ一回様子見は、一回ぐらいね、行ってやってみようとかなと思ってるけど。そうだよな。100円だもんな。いや、倉橋とはもうね、候補に入ってんですよ。トア候補はね、まあ、とりあえず川野やるじゃん。で、川野やって、
個人的に絶対楽しくなりそうだなと思うのは倉橋。あとは、川野もね、正直ね、結構鉄板だと俺は思ってる。ジョニー、流星。で、この二つは、ちょっと俺の趣味が入ってたけど、川野は多分、一番その中で硬い、配信として見たときに一番硬いんだろうなっていう感じがする。あいつ自身がやっぱすげえ、なんていうかユニークなやつだから、配信に出たら、安定して面白いだろうなっていう気がする。あいつは話をしてて、かなりユーモアがあるやつだね。水葉もそう面白いやつだけどね。ただ、一回出てるからな、一、二回な。川野への質問たくさん来てるよ。川野でしょ。で、系統というか方向性は違うけど、多分倉橋とはもう、もしやったら鉄板だと思う。彼は、結構やっぱ自分の言葉というか、自分の考えみたいなのがあるから。やっぱ面白くなるんじゃないかな。川村くんは、事故る可能性はあるけど、面白かったらすごい面白いと思う。ただ本当に変態だから、変人だから、怖いよね。取り扱いが難しい。綾子とはって誰だ？綾子って誰だっけ？綾子。あ、八田さんか。手島さんはね、あんまり配信とかで喋るような人じゃないと思うんだよな。読んだところで。共通の話題もあんまないだろうし、この配信を見てる人たちと。ウルフォーの番組やり始めてるらしい。本当かよ。すげえな。あ、あとね、長島さんね。長島さんは一回配信出てもらいたいよね。せっかくだから。セントフォースはギャラが高い。セントフォースって何？セントフォースって何ですか？腕毛とは。事務所か。ああ、そう、高いんだ。へえ。明け配信許可。いや、店の許可だけでいいんじゃないの？
母と白鳥似てるわね、わかる。ちょっと雰囲気似てるね。雰囲気が似てるよね。なんて言うんだ、ああいう人ってなんて言うの？ああいう人たちをどうくくればいいんだろうな。河野と翔はなんて言えばいいの？こう。ジャンル。いや、雰囲気イケメンなんだけど、ナルシスト。あ、ナルシスト。ナルシスト。ナルシスト。ナルシストはナルシストだろうな。さすがに。ナルシストのでも一言で片付けたくないんだよな。また、なんかもうちょっと細かく分類したいんだよな。いや、エゴサーチャーって、それは他にもいっぱいそうだけどな。なんだろうね。まあそこら辺のこともちょっとカーロに聞いてみるか。お前って何なのっていう、ジャンルはっていう。ちなみに、河野もそうだけど、翔も、あいつも面白いやつなんだよね。そう。あの二人の、そのね、河野と、翔のいいなって思うところは、あの感じ？なんか、こう、かっこよくしたい、かっこよく演出したいわけじゃん。こう、雰囲気をさ。のくせ、結構話が、なんか面白いっていうのが俺は評価高いね。評価高いっていうとちょっと偉そうだけど。あの感じで、なんか、ねえ、ギャップがあるから、あの二人は面白いよね。好きだよ、そういうタイプは。いやー。孫さん被害者の会は本当にやりたいし、本当に俺もね、もう、まあ、やらしい話、もう孫さんそれ出てくれるんだったら、奮発しようっていう意思はあるんですけど、多分あの人ね、マジで出たか、で、出た、出ない、出ないと思うよ。本気で出ないと思う。なぜか。多分だけど、多分っていうか、まあ、絶対そうなんだけど、自覚がある。自覚があるから、絶対出ないと思う。これが、え？嘘でしょ？っていう。俺が？みたいな。俺がパワハラ？みたいな感じだったら、え、別にいいよ、全然いいよ、いいよ、みたいな。全然出る出る、面白そうじゃん、みたいな感じで出ると思うんだけど、ガチやから、格ゲー界の闇だからね。ちょっとさすがに出れないっぽいな。さすがに出れないっぽい。いや、本当にガチなんだよ。本当に。だから、ダメだね。多分、呼べないね。もうちょっとマイルドな、多分、その名目で呼ばないと、ダメだね。どういう名目だったら出てくれるのかな。孫、
孫チルドレンからの孫さんへのお願いかーいみたいな感じしたら出てくるかな。孫チルドレンたちから孫さんへのお願いかーいみたいな感じしたら出てくるんじゃないの。うん、内容は全部パワハラへの苦情なんだけど、その入り口としてさ、それだったら出てくれるかな。うん、普段孫さんにお世話になってる僕たちから、孫さんここをこうしたらもっと良くなるのにみたいな、そういう企画にして、内容はもうえっげつねえパワハラのエピソードを。まあだから孫さん出てくんないっすわ、ほんとに。いや、これはね、ちなみに、これちなみに、もし仮に孫じゃパワハラ裁判をやったとして、孫パワハラ被害者の会をやったとしても、本気のやつは出てこないからね。それでも。そのメンバーたちが本気のやつは出さないから。その中でもいけるやつ出してくるから。闇ですよ。闇。学芸会の闇です。面白いんだけどね。まあでも本人が嫌だったらしょうがねえよな。うん。俺がされたこと？まあ俺はさすがに年は上だからな、別にそんなでもねえけど、うん、孫を褒める会、孫を褒める会は出るんじゃない。うん、それは出るでしょう。いや、ビールかけられたらパワハラじゃねえだろ。ただのやつの粗相でしょ。小郷さん。いや、あの、小郷さんはちなみに、あの、全然、あれよ。あの、配信とかだと、まあ、すごい偉そうな感じにするけど、まあ、言ったらあれは俺と小郷さんの、まあ、プロレスだから。うん。普段あんなんじゃないよ。あの人は全然。俺、あの人にだって相当子供の頃っていうか若い頃から生意気なこと言ってっかんで。うん。でもそれを結構あの人はなんか、笑って済ますっていうか、わははみたいな感じだったから。あの人多分年下に好かれるんじゃねえかな。うん。ちょっと偉そうなキャラを配信とかで出すけど、全然普段の小郷さんはみんな知ってるし、全然、うん、ただなんか俺もまあ配信てか、あの小郷倉橋会はな、なんかやっぱり俺が恐縮してる方が面白そうだなと思ったもんな。
孫さんの個人配信で梅ちゃんにビールかけた話してって言ったら、大きい声で、いつまで言ってんだよって怒られた。それね、嘘だったとしても、本当なんじゃないかなって思っちゃうね。リアルだね、それすごい。本当それ。それ本当ですか？それ相当嘘だとしてもリアルな嘘よ。孫をかなり分かってる嘘だよ。それは、目撃者いる？本当？それ。巧妙な嘘。嘘だとしても俺は評価するよ。面白いから。本当？あ、そうなんだ。そうだ、そうなんですよ。そうなんですよ。だ、視聴者にそれだからね。視聴者にガチ切れですから。いや、本当に本当に。いや、本当ね、怖いんですよ。それ完全に怒ってるな。そう。まあでもそれ込みでね、みんな。孫はそういうやつだっていうのが分かった上でみんな接してるから。全然。なんかたまにそういう風になっちゃうなっていうぐらい。その後は別にさっぱりしてるし。そうそう、発作みたいな感じだね。発作みたいな感じでみんな扱ってる。孫さんのパワハラ冗談で言えるレベルじゃないですよ。パワハラガチなんだけど、孫さんのパワハラガチなんだけど、っていうか、俺が孫にビールかけられた話って知らない人いるんだね。それでもなぜ孫さんが愛されるかは、なんでなんだろうな。やっぱなんか人間味がすげえあるからじゃないかな。ダメなとこ含めてなんか人間だなーっていう。なんか、ああ、俺にもそういうとこあるよな、みたいなさ。なんかちょっとこう自分、孫さんを許すことでちょっと自分も許せるみたいなところあるじゃん。言えるギリギリの孫さんのパワハラ。いや、孫、だよね、あ、そう、あ、でもね、一個擁護するなら、一個擁護するなら、孫さん、だね、パワハラじゃない可能性があって、なぜかというと、全員食らってるんですよ。全員食らってるから、さすがに俺がそれを孫にやられて、パワハラとは言わないから、パワハラじゃないんだね、多分ね。パワハラじゃないんだけど、ただそれを、多分昔からやってんだけど、年下だった頃は許されて、自分より年下の相手にもやっちゃうから、だからそれがパワハラに移るんだろうね。人には。
そうなんだよな。いや、性格はね、悪くないんだよね。なんか、何なんだろうな、あれな。まあ、やっちゃうんだよ。昔からそうだから。変わんないんだよ。まあ、でも、ちょっとそのネタ、それをネタにした配信は無理そうだね。ビールかけられた話。ビールかけられた話は、いや、なんかすげえ簡単に話すと、昔話してるからね。昔話してるからすげえ簡単に話すと、なんだっけな、ゴッツか。ゴッツの時に、孫はもう負けてて、で、俺は一応まだ勝ってて、で、孫が俺の隣に来て、珍しく、なんかすぐ負けちゃったからかなんか知らないけど、酒飲んで酔っ払ってて、うわ、孫酔ってんじゃんと思って。で、その時にあいつが、ビールを持ってたんだけど、配信とかで、配信とかじゃない、ごめん。そういうイベントとかで出るような、ああいうなんかこういうコップに入ったビールだったから、蓋がないわけじゃん。缶とかじゃない、半とかに入ってるわけじゃないから。で、それをこう持ちながら、時戸の応援をしてたの。時戸頑張れみたいな。で、俺は、ちょっとなんか、ビールが結構なみなみ注がれてるやつをこう、たっぷんたっぷんってなってるから、大丈夫かなっていう、かなり振ってんだけど、俺隣にいるんだけど大丈夫かなっていう、なんか試合どころじゃなくて、まあでもさすがに、蓋がない飲み物を手で持ってて、さすがにねえだろうなって思ってたら、時戸が瞬目殺決めたタイミングで、それを思いっきり、時戸みたいな感じでこうなったわけ。で、俺にビールがバシャってかかって、うわ、と思って。っていう、そんなギャグ漫画みたいなことってあるんだなっていう。いや、何も、その時はね、どういう対応したっけな。覚えてないんだよな。なんか、とにかく、なんか、ビールかけられて、どうしたんだっけな。なんか、もう覚えてねえや。多分、フードが見てたから、フードの方が覚えてると思うんだけど。いや、俺は酒入ってないよ。だって俺まだ試合中だったもん。多分ね、あれね、俺ね、普通にビールかけられただけだったら、全然、なんともってことないけど、うわ、ちょ、お前気をつけろよみたいな感じで終わったと思うんだけど、なんか、なんだろうな、まさか、
まさかそのビール俺にかけるってことあんのかなっていう、その、でも、なんだろう、さすがにそれを、孫さん、そのビールって、なんか危ないからあんま振らない方が良くないみたいな感じで言うのも、ちょっとなんか、失礼かなみたいな。さすがにそれは失礼だろうっていう。大人相手にさ、ちょっとコップにね、ビール入ってるから、それは、ちょっと気をつけてくださいよみたいな、言えねえなと思って。でも、なんか、これ大丈夫かなっていう、その、なんかわかる？その、なんかさ、大丈夫、大丈夫って言われてたことが大丈夫じゃなかった時ってすげえムカつくじゃん。なんか前にあったんだけど、なんかフランスかなんかの大会の時にさ、すげえ道のり遠くて、道も混むのに、行きで確か5時間、5時間ぐらい ?3 時間かな、わかんない。まだわかんない。とにかくすげえ長かった道のりを、もう残り2時間ぐらいしかないのに、全然出発しなくて送ってくれる人が。時々とかに、ちょっと、これ大丈夫って聞いてみたいな。で、時々英語で、いや、大悟が心配してる。これ本当に間に合うのかみたいな。本当に空港に間に合うのかみたいな感じ言ったら、全然大丈夫みたいな感じで、なんかパーキングエリアとかでなんか2、3回休憩して、これ本当に大丈夫みたいな。来るとき、すげえ時間かかってるけど大丈夫みたいな。全然大丈夫。お前ら心配しすぎみたいな感じで。で、空港に着いたのが、飛行機が飛び立つ2分前とか。超ムカつくじゃん。そういうのって。何回も言ったよねっていう。なんかそれにちょっと近いよね。いや、何度も言ったじゃんっていう。来るときに、めっちゃ時間かかってるから、ちょっと、申し訳ないけど、もう出発してくんないと、っつって。いやー、大丈夫、大丈夫、っつって。で、かなり前の時点でもう、これ絶対間に合わねえだろってのは分かってるはずなのに。なんかそれに近いね。え、それ、その時は言わなかったけど、それビールこぼれません？っていう。こぼれそうなんだけど、大丈夫？ちゃんと管理できてるんだよな。この左手ちゃんとコントロール下にあるんだよなっていう状態からの瞬億札でシェイク。あれ、すんかったな。忘れてたんだろうな、多分ビール持ってるってこと。乗れない、乗れない。乗れないですよ、飛行機。もうだからもう、なんなのこいつって思うよね。なんか、で、着いて、2分前ぐらいですよ。着いて、乗れませんって、係の人に言われて、あ、当たり前なんだけどさ、当たり前なんだけど、乗れませんって言われて。だって普通空港って2時間前に着けって言われてるからね、国際線は。で、それを2分前ぐらいに着いて、もう乗れませんって言われて、ああ、ソーリーみたいに言われて、ってなるじゃん。ソーリーじゃないから。ソーリーじゃないよ。この、とは。この話はソーリーとかそういうことじゃないよっていう。まず、生い立ちから聞くレベルだよ、もう、そいつの。なんでそんな話になったんだっけ？孫さんの話、なんで孫さんの話になったんだっけ？あ、そうだ、コメントで孫のあれはやってくれっつったんだっけか。
俺の生い立ち聞かれたらって、それ戦うよ、もう、じゃあ、朝まで。お前の生い立ち言えっつったら、じゃあ、おめえも絶対言えよっつって、おめえも絶対生い立ち言えよっつって、おめえのその、許さねえぞっつってなるわ。孫の生い立ちも聞くべきだね、もうね、そのビールかけた時に、お前、ちょっとお前、生い立ち言えって。お前の今までの半生を全部言えっつって。本当に、あら、びっくりしたなぁ。本当に。いや、なんでお前はそんな、その、何度も言ったんだよ、本当に。何度もしつこいぐらいに、間に合うのか、これ、本当に、っつったのに、全然問題ない、っつって。で、しかもあれだからね、結局それで余分にかかったホテル代とか飛行機代とかは別に持ってくんないかんね。ビビったわ、マジで。ビビるっしょ。本当に。あれひどかったなぁ、本当に。時々はね、その時はね、なんかね、なんか時々代わりに結構強い口調で言ってくれてた気がする。ちょっと、君たち、みたいな。いや、本当は生い立ちなんかどうでもいいんだけどさ、もう許せんよな。ああいう時はなんかやっぱ怒るっていうこの唖然とするよな。ああ、でもそれで言うとね、俺ね、例えば飲食店とかコンビニとか、まあ、とにかくサービスだよね。タクシーとか、何でもいいんだけど、その手のサービスに対して俺、苦情を言ったことってまだ人生で、それまでなかったんだけど、一回だけ苦情を言った。で、これ似たようなパターンなんだけど、あれどこだったかな、場所。あ、アイルランドかな、確か。なんだっけな、アイルランドかなんかで、俺荷物が届かなかった。あ、違う。あれだ。アイルランドで、まずね、乗り換えの時間がめちゃくちゃ短かったのよ。乗り換えの時間がめちゃくちゃ短くて、30分とか。で、飛行機が普通に到着遅れたのよ。で、そっから俺走ったの。走ったんだけど、間に合わなかった。で、走ったんだけど間に合わなくて、いや、何これと思って。で、まあ、どうしたらいいっつう。いや、もうそんな間に合わなかった方が悪いでしょっていう対応を食らって、うわ、データよ、飛行、海外旅行あるあると思って。俺が悪いんだみたいな。そう、なんかオランダから乗り換えみたいな感じだったんだけど、オランダからアイルランドへみたいな感じだったと思うんだけど、アイスランドかな、あ、アイルランドか。で、うわ、もうしょうがねえなと思って、で、まあ一応その日のうちにもう一回飛行機が飛ぶ、なんか別な、全然別な飛行機会社だったんだけど、飛ぶってことで乗ったんですよ、その飛行機に。で、着いたらカバンがないわけで、話を聞いたら、前の、要は、その、前の本来乗るはずだった飛行機に、その、積まれてたんだけど、乗客の中、リストの中にいなかったから、その荷物を空港に降ろした。
それがそのまま空港にあるっていうわけ。だからアイルランドに俺はもうついてるんだけど、オランダにあると言われて、で、マジか、みたいな。で、その時は、しかもなんかその、アイルランド俺初めて行くから、勝ち続ける意志力の英語版とかも結構なんか、ね、準備したりとかもしてて、なんかもう、あとはなんかもうレバーも入ってるし、着替えも入ってるし、みたいな感じで、なんかすげえ大変だったんだけど、まあでもなんか結局そのアイルランドにいる最中に、荷物届かなくって、で、俺アイルランドでなんかバイソンとか知らないバイソンかなんかに負けて、もうちょっともう意気消沈して、いや、これもちょっともう帰るわっつって、ちょっと早めに帰ったの、もう。で、帰るときに、どこだったかな、空港。あ、だからその、オランダかなんかで、ね、違うな。あ、そうか、オランダか。で、乗り換えるときに、すいませんっつって、事情説明して、これこれこうでこうだから、荷物が、まあ、大丈夫だと思うんですけど、今回その荷物がちゃんと、成田に着くかどうか心配なんですと。大丈夫ですかねって、ちょっとなんかこの、来るときにごちゃったから、大丈夫ですかねっつったら、係の人が、ああ、そういうことですか、わかりました、みたいな。ちゃんと日本語喋れるスタッフまで用意して、ああ、そういうことですか、わかりました、って、じゃあちょっと確認します、つったら、大丈夫です。全部事情わかった上で、お客様のカバン、この飛行機に積まれてます。大丈夫です。確認しました。大丈夫です。本当ですか？大丈夫です。もう全部事情把握して。もう大丈夫です。つって、成田着いた時に荷物なかったのよ。で、さすがに、やばいだろうと思って、この、なんなんだよと思って、生まれて初めて、しかもその、成田の職員は全く罪がないんだよ。全く罪のない職員に、もうなんかもうこんな感じ。もういや、ちょ、いや、つって、いや、もうこんなね、ここで文句言ってもしょうがないのは分かってるんですけど、ちょっと、さすがにちょっとこれは、みたいな。人生でね、後にも先にも一回だけ文句言いました、それは。そう。だやっぱね、何度も確認して、ヘマをされると、やっぱね、ちょっとやっぱ頭にきますね。うん。いや、生い立ちは聞かない。生い立ちは聞いてもしょうがない。その人悪くないもん。どこの航空会社？まあ、それはちょっと言うのやめとくわ。でも、でかいとこよ。うん。あら、ほんと、ムカついたな。なんでこれで荷物ねえんだよ、と思って。どうしようもねえじゃん、と思って。いや、荷物は帰ってきたよ。荷物は帰ってきたけどさ。シティハンター見たよ。シティハンター見た。そう、感情の起伏がね、あんまりないんだけど。あれはさすがに、ちょっと、何なんだよ、この航空会社と思ったな。いや、俺、基本エコノミーっすよ。基本エコノミー。ブロリーはまだ。いやーでもねー、なんか、ビジネス乗りたくなっちゃうよね。でもなんかそこでビジネス乗ったら、なんかみんなと対等な感じがしないっていうか、なんか、乗っちゃいけない気がする。乗っちゃいけない気がする。みんな同じ大会出てんのに。マイルで乗る分にはいい。うん。
なるほど。ビジネスね。ああ、でも全員ビジネスだったら俺もビジネスでいいわ。てかビジネス乗りてえわ、正直。まあ確かにな。まあ年だからっていうことを言い訳にしていいんだったら、年だからっていうことを言い訳にしていいんだったら、めっちゃ乗りたい。めっちゃ乗りたい。で、シロさんは言ってくるよ。大悟さんビジネスにしますかって。ファースト乗ったことないな。そう。そっか。確かにな。逆効果か、俺がビジネス乗らないのって。逆効果になっちゃうのかもしんないな。確かに。確かにな、丸ごと保存やってしまった以上はもう、なんか大事なものを失ってしまった。いや、エコノミーきついよ。体本当にきつい。あ、プレミアはビジネスで行くっていうのは確かにありかもな。乗っちゃうか 乗っちゃうか、もう。どうせエコノミー乗ってたって、壁はあるもんな。エコノミー乗ってるからつって、みんなとの間に壁がなくなるわけじゃないもんな。どうせ壁があるなら気にせずビジネスで行っちゃおうか。いや、壁があるっていうか、いや、まああれよ。その別に俺だけが特別あるとかじゃないよ。別にみんなその年上と年下の間には壁があるんだけど、そういうのはなるべくなくしたいなと思うけど、まあそんなところでなくならないもんな、結局な。それはなくならないよな、そんなとこじゃ。まあ何やったところでないんだろうけど。そう、気さくに接したところで壁はなくならないんだよな。
まあでもかといってな、バカにされるのがいいのかって言われたらそうじゃないもんな。バカにされるっていうか、その口でバカにされるとかはいいけど、本気で舐められてたら嫌だもんね。うん。だからもうどっちかだよな。どっちかになっちゃうよな。普通は。シルバーシート なるほどね。でもね、最近はね、まあ、こんなこと言ってるけど、最近は結構そこはもう割り切ってる。もういいやっていう。なんか、確かに。ビジネスのってプール落ちした時のでもなんか罪悪感ちょっとあるよね。ビジネスのってさ、なんかプール落ちしたらちょっとやっぱ、あれってなりそうだよね。それはなんか悲しいよな。お前、だってビジネスで30万ぐらいかかるでしょ、一回。お前30万かけてプール落ちてってなりそうだよな。それちょっと怖いな。怖いな。ビジネス高いっすよ。30万ぐらいしますよ。三 の瀬まで安くて45万。うん、そうでしょう。ビジネスはね、高いよ。言うて高いよ。確かにな。でもここぞっていう大会は確かに移動手段もそうやって豪勢にしてもいいかもしれないね。確かにね。まあでも正直、まあ、言うてだいぶ賞金の額が上がってきたけど、まあ賞金じゃ食えないからな。それでも。まあスポンサー、だからスポンサーの高い賞金をゲットするっていう考えじゃなくて、スポンサーに対して自分がベストなプレーをするためにビジネス乗ったんだって考えれば納得はいくよね。自分のためじゃないんだっていう。自分の、まあ最終的には自分のためだけど。
直近の何年かで賞金で食える。まあ、ガチ君。まあ、カプコンカップ買った人たちと、まあ、時々。あ、でもネモもね、結構稼いだみたいなこと言ってたけどな。ああ、板残も賞金だけで1年ぐらい生活できそうだよね。藤村もか。何歳まで現役続けたいのって、現役じゃなくなったらもうやめたい、やめたいっていうかもういられないよね。だからいるうちは現役でいたいよね。あ、そっか、板残、そっか、カプコンカップ2位か。プロチーム作ってた。プロチームって金になるのか、そもそも。何してんだろうね。あんまり趣味もねえしな。まあでも俺個人がなんか商売するってことはないよ。もうそれはもう全部しのさんに任してるから。俺はもうそういう商売っ気は出さないようにしてるから。いや、e スポーツの世界でコーチとかあんのかな？ないんじゃねえの？あ、獣店はある。獣店は別にやりますよ。やるつもりであります。うん。まあ、獣店はね、いやいや、ペットショップ、そんな資格ないしな。いや、教えんのって難しいよ、やっぱり。絵は下手よ。なんかな、そういう、
セカンドキャリアな。向いてないと思うわ。俺はなんかでも本当に引退したら、すっといなくなっちゃいそうだけどな。なんか、単純にあんまりいろんな仕事を器用にやれる自信がない。他の人がな、なんかうまくやってくれたらいいけどな。解説とは、解説業とか多分無理だからな。ストリーマー？まあ、需要があればね、配信は気軽にできるからね、やってもいいかもしれないね。俺、マジで、なんか、そう、なんか、積み上げてきたものが、を、自分の中でスイッチが入ると、スイッチが入るとっていうか、スイッチが消えるとかな、一気にバーって手放しちゃうような癖があるから、やっぱり現役でいた方がいいような気がするな。だなぁ。でもなんか、ちょっと最近はね、なんか自分が現役を辞めるとかっていうことは全く無関係に、ちょっと、まあこの間フードと話したあれじゃないけど、やっぱこう人材育成というか、に興味が湧いてきてるね。まあでも飽き性だからな、数学者かもしんないけど、ちょっと興味が湧いてきている。なんか、なんかそういうトラキアのさ、例えにしたんだけど、その今すでに強いキャラクターを使い続けて、疲労とかもないから、そのキャラクターしか育たないみたいな状況が、なんか、格ゲー界隈生まれちゃってるから、育てるっていう行為をした方がいいよな。青森だけ e スポーツ協会がない。あ、そうなんだ。なんかなー、でも。やっぱキャラクター、みんなのキャラクターで結構持ってるようなところがあると思うから、格ゲー業界って格ゲーのプロっていうか、格ゲーのプレイヤーの、なんか、キャラクターとかは結構大事だよな。まあでも、あとはまあ、実力も大事だよな。実力が、若いやつのめちゃめちゃ強ければ盛り上がりそうだし。そういう意味では格ゲー業界って恵まれてるよな。ゲームがさ、そこまで完成度高くなくてもさ、許されちゃうじゃん。良くないことだと思うんだけどね。プレイヤーが、人気のあるプレイヤーがやってりゃさ、まあ、盛り上がるからな。
若いやつら競わせて勝ったやつをプレミア連れていく。おー、ありだね。ありだね。要するに、スポンサーがついてない若いやつらってことだよね。ありだね。いや、たださ、それさ、誰でもいいんだけど、例えばじゃあ、なんだ。じゃあまあ、水波と、わかんないよ。誰がいるかわかんないけど、じゃあ、よし、じゃあこのなんか俺の決めたこのルールで勝ったやつプレミア連れてくぜっつってやるとすんじゃん。で、そいつとさ、俺がさ、その海外で当たった時どうすんのっていうのがすげえ気になるんだよ、俺。当然、俺は俺でカプコンカップに出なきゃいけないから、本気でやるわけじゃん。その気まずさたるや。なんか気まずくね。そこまでお膳立てしといてさ、ソニックブーム、ソニックブームっつって。そっか。やってみるか、じゃあ、それ。やってみるか。若手。そうだよな。年齢制限。っていうかまあ、どうなんだろう。若手に限定していいのかな。若手に限定していいのかな。まあ、年いってるやつで、表に出てなくて、っていうかあんまり海外回れてなくて、強いってないだろう。そもそもな。ああ、それいいね。あ、それやるか。エコノミーだったら、だって一回行って、どんぐらいだ？こう、旅費とか全部込み込みで、20万しないもんな、多分な。まあ、ただな、プレミア一回連れてったぐらいじゃ全然、なんつうか、あれだけどね、カプコンカップ出れるとかないから、まあ、それでね、みんなの目に留まればね。みんなの目に留まるんだったら、まあ、チャンスだ、いいか。エボ。エボか。確かにな。トップ8にでも入ろうもんなら、確かにな。普通に、実力でやらせる？やってみますか、それ。ああ、そっか、ナウマン。ナウマンとかな、強いしな。ちょっとじゃあ、それ考えときますわ。いいね、それはね。やりますか。大会ね。大会。だからそこをどう捉えるかだよな。行くべきやつが行くのがいいのか、それとも、その時の大会の結果で、
判断して活かせるのかっていうね。そこは難しいよね。オーディション、いや、オーディションやりてえけど、オーディションって何をオーディションするんだって話だよな。ドネーションで大会開いて。ドネーションって何？今ドネーションってやってないんだよな。だから、ビッツか。うん、確かにな。渡航費がなくてやる気になんないってんじゃ、かわいそうだもんな。いいね。でもね、それはね、面白そう。やってみるか。そうすりゃな、新しい人材も出てくるかもしれないし。なるほど。じゃあ、それやってみますか。マネーの虎 実力がねえとな、マネーの虎成立しなそうだな、この業界はな。なるほど。それはいいね。ちょっと考えるわ、本当に。いや、なんか、何を求めて、若い人たちが何を求めてるのかっつったら、やっぱりチャンスの場だよな。教えてもらったりなんだりっていうのももちろん求めてるだろうけど、それより何より、チャンスくれよってとこだよな。まあ、俺らの時代みたいに、競争率がな、激しくない頃だったら自腹切っていって賞金稼ぐってのもできたけど、こんだけ平均レベル上がっちゃうときついよな。よし。じゃあやりますか。OK, OK. さて、結構遅くなったな。じゃあそろそろ終わるか。じゃあ、
どうすっかな。で、月曜日に河野とわをやります。河野とわをやりますので、皆さん、質問をどんどん送ってくださいね。一応、俺がもう着なくなった、ね、T シャツ、プレゼントしますから、2名様まで。9時から、川名とはお楽しみに。そして僕は、サコを超えました。サコさん超えを果たしました。では、ありがとうございます。